湯の花コレクション。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。温泉娘湯の花コレクションをやっていきたいと思います。まず営業に行きます。はい、営業終わりました。というわけで今ランク49ですね。いきなり歌合戦で、能力はご覧の通りとなっています。ちょっとボーカル力が低いですね。完全勝利はならず。さてですね、ちょうどですね、どのあたりかな、どこかに別海町、今北海道の東部に、来ておりますが、キャンペーンを、キャンペーンというか、温泉宿をするという、源泉ライブというのを実現しておりまして、この、源泉ライブ、北海道で言うと、これなんて言うんだろう、春鳥公園、アイヌの鳥であとちゃんけいし写真が残されているということで、この公園を調べましたら、北海道東部の釧路市の市街地の南側、東側かな、およそ、釧路湿原からは南側にあるよというのが分かりまして、そちらを探したいとこで、確かこの今のいるエリアって釧路北側なんですよ。なのであったかと思うんですけど、標茶町か、あ、標茶町だったらまだだな。標茶自体が釧路北側にあたるんで、時間短縮で腕時計で早くします。でこれで巡業完了なん、完了で再度移動。この湖あるとこが釧路湿原の東側ですね。でちょっと西すぎる。この辺かな。ライブやりましょう。さあ、ライバル意識を燃やす、城崎アニマ。ただアニマいるんですけどね、風花が2人いたな、相手側は。さあ勝ちましたね。
さあ湯の川と奥平の対決、お互いにクマちゃんパワー、奥平ってクマですよね。まだ勝ってます。さあこれでもうちょっとだ。白浜と道後、道後は強敵に見えますが、あ、これはとどめ刺したかな。やりました、勝ちましたね。風花が2人いますね。相手はおっと、四季の先もうすぐあのフルの300ですね。他も見てみましょう。今道南にいます。北海道の南側ですね。道南って、あ、そうか、一つ上に上がってライブやりましょう。これは相手を省略します。ちょっと強いかも。まあそうでもないか。うん、OK ですね。さあこれで再び腕時計を使って時間を短縮しまして、ありました、これですね。ここにもう椅子あります。ちょっとライブは様子を見よう。徳島県だ。どうですね。北海道の中央ということで、ちょっと待ってね。これは上に行けばいいのか下に行けばいいのか。上ですね。2人がもうすぐ300達しようとしております。さあガチャやってみましょう。
これで温泉娘を弾きたいと思います。どのようになってるかというと、今やってるのはこの孫雲郷に関するピッガチャですね。ガチャ詳細見てみましょう。銀鈴の花、なんかすごそうですね。推し得技、まあやっぱりすごい技なんでしょう。29日までか。で普通のリアガチャですね。これが本当はあのレアガチャをおすすめします。ないなら孫雲郷出たとしても、まあ SSR なら美味しいんですけどね。例えば提供割合を見てみるとダントツ多いんですよね、孫雲郷が。この SSR 引けば嬉しいんですけど、あんま SR の使えないっていうか、SR でスキルレベルっていうのが、まあ例えばあって、そのスキルレベル、まあ人によって、スキルレベルが、こう、あるんですけど、まあ SR は最低10欲しいですね。なのでパワーアップします。お金そんなにない持ってないのか。これでフルになりましたね。でガチャに戻りまして、まああんまりあのたくさんのキャラを引かないようにした方がいいですね。とはいえ有効度があるんで、有効度が300いって、巡業しても有効度それ以上上がらないですからね。あの他の娘に変えて巡業した方がいいんですよね。私は基本的に SSR は無条件で、かつ SR はさっきのスキルレベルが10以上の人は育てるようにしております。ではあのこの孫雲郷ガチャ、なんで孫雲郷なんだろうっていうのはあるんですけど、前から孫雲郷の CV 遠山なので実装はされていたんですけど、ようやく本格稼働という感じですかね。同じケースがあの CV 得意空さんの南房総、あの得意空さん自身があの南房総市の出身ということもあって、選ばれたんですけど、結構それが明らかになってから本格的動き出すまで2ヶ月ぐらい時間かかってた記憶があるんですよね。最終的には昨年12月に行われた川崎で行われたフォースライブで、徳井空さんが出てきて、まあ南房総と役としてまあライブを、井の花選抜だったかな、なんかいろいろな、音声娘があのコンビを組んで、まあ急増コンビですよね、即席コンビって言った方がいいか、組んであのライブを披露した。まあ非常にスプリングスとかアダーラとか決まっているユニットだったらあの息もぴったり合うんですけど、こういうあの初めてでの即席となると結構やっぱり声優さん合わせるの大変だなと思ったんですけど、アメバー TV でそう音声娘のフォースライブの様子をあのダイジェストですけどあのやってたんですよね。やっぱり声優さんすごいなっていうのは、あの即席でもちゃんと合ってたんですよね。
そこがすごいなと思いました。で、今回の話を戻して、今回の双雲鏡は、まあ、遠山奈央さんは確か関東の人、東京だったと思うんで、東京だったはずなんで、双雲鏡とは今回は関係ある、今回の音声娘は関係ありません。まあ大体地元り出身地率が4割ぐらいですかね。十南一に雲仙で、雲仙温泉、長崎県ですね、初の国立公園に1934年に指定された場所になるんですが、そちらでイベントが行われました。トークイベントですよね。そこでですね、雲仙温泉の役をやっているのが3月8日に解散ライブをやったばかりのウェイクアップガールズのメンバーだったとも言っていいのかな、奥野かやさんなんですけど、彼女は実は岩手県の盛岡の出身で、九州雲仙温泉行くのも初めてというようなことをおっしゃられてたんですよね。それとその、奥野さんとタッグを組んだのは桑原裕樹さん、こちらが実は長崎県佐世保市の出身で、でも温泉娘は、有馬風花、有馬は姉妹になってるんですけど、有馬は兵庫県の温泉なんですけど、まあ長崎県の温泉娘はやらずに、まあ比較的温泉娘にやったのが、まあ第一弾スプリングスの一員ということで、まあメジャーな温泉地、雲仙だってすごいメジャーな温泉地なんですけど、まあ第一弾のスプリングスでは選ばれずに、雲仙温泉は選ばれずに、有馬姉妹として、まあ、登場ということで、で桑原さんが、選ばれたんで、じゃあどこにするかとなった時に有馬風花が合ってるってことで多分選ばれたと思うんですけど、まあその時は雲仙温泉は温泉娘化されてなかったんで、残念ながら出身地の県の温泉娘になることはできずに、後から奥野かやさんが選ばれた。でも岩手県にも温泉娘確かあったと思うんですけど、白骨温泉ってそうだったかな、白骨だったかな、でももう別の首都に決まってしまって、で岩手県の温泉娘ではなく、雲仙の温泉娘をやることになったという流れがあって、ああこの話長くなってしまったな。ガチャを引かずに、まあ雲仙のイベントかなり雲仙って行きにくいんですよね。実は1月に年末年始長崎行ってたんですけど、1月3日だったかな、そこで島原半島に行きまして、島原市の島原城を回ってきたんですけど、その後で雲仙を通って諫早という、まあ、長崎から、25分ぐらいの電車で、島原半島のまあ付け根にある比較的まあ大きな都市まで結ぶバスがあって、そこの途中に雲仙温泉通るんですけど、非常に秘境地というか山の上にあって、雲仙普賢岳の西のそばにあって、
実はあの通ったのは初めてじゃないんですよね。2004年にも通ってるんで、行ったことはないのに通ったのが2回だけ、2回あるという、まあ比較的あの 山の中にあって温泉が立ち並んでるという不思議な場所で、 足湯なんかもあるみたいですね。無料で入れる。あと、まあ普賢岳を沿いということで、そこから温泉が湧いたりですね、自然の景色が楽しめたりというので、長崎空港からも結構1時間半ぐらい車でかかったり、遠い場所ではあるんですが、長崎市内からも1時間以上かかったりという場所ではあるんですけど、非常にあの遠くから来た人も多くいて盛り上がったみたいですね。まあコンテンツとして、まあ桑原さんの人気が上がってるっていうのも、今日あの別ゲームの、ある別ゲームの、イベントに出てたのをライブで見たんですけど、やっぱりすごい観客が盛り上がってましたね。まあ、他にまあ有名なところって言ったら、富田美優さんと、アイリスという声優アイドルグループの久保田美優さん、結構あの、まあ、芹沢優さんから一番人気だと思うんですけど、2番手グループにつけているような、個人的にはそう思ってる人で、結構そうそう、あのラブライブの虹ヶ崎のグループに入ったり、声優の話ばっかりしてるな、虹ヶ崎の、に虹ヶ崎の一人だったり、邪神ちゃんドロップキックっていうのが私好きなアニメなんですけど、そちらの主要キャラクターやったりということで、結構マルチに活動されていらっしゃるんで、やっぱり人気も高いですけど、やっぱりその中で桑原さんが、その富田さんと共に司会をやってたんですけど、結構観客沸かせてて、あ、名ドラゴンから人気上がってるんだなっていうのは思いましたね。ツイッターのフォロワー数ももうすぐ、結構最近上がるペースが多くて、もうすぐ8万ですからね。まあそういうこともあってか、まあ、地元、彼女は地元だっていうことも、地元を県だっていうこともあってか、観客が埋まっていたようです。というわけで、長いな、引きたいと思います。10回ガチャが基本です。やっぱり 10回じゃないとね、なんか盛り上がらない。10回で得点があるわけではないんですよね。他のゲームだったら得点があるんですけど、もう引いちゃえ。さあ、まず1回目、これダメだな。ユノツ、これ星4じゃないの、ひょっとして。あ、違うか。観音、ワクラ、昼神、まだ SR 以上、 SR 以上来た。 SR かな、これ初登場かな。ナス、栃木県の音声娘ですね。おっと、これも SR だ、ワクラだ。今度は SR のワクラです。飯坂温泉ですね。お、熱海だ。これで終わりかな。おっと、すごい湯気が湧いている。 SR 以上じゃないの。来た、昼神じゃない、銀山小雪だ。お、五稜天閣、
この中で見ると昼神がすごいな、レベル15になった、スキルレベルが。で、ワクラだったかな、がレベル10になった。そこで昼神ってどこだったっけ、これだ、あ、ごめん、銀山小雪ですね、CV 長縄マリアさん、特技強化、あ、違う、あれ銀山小雪だったっけ、 あれどっちだったっけ、これか、これがレベル15になりました。素晴らしい。ただ今お金がないです。なので、そうそう容易にレベル上げられません。このままで置いときます。ただ次の、交換、巡業する音声娘を変えるにはいい相手には間違いないです。ナスが、まあただやっぱりスキルレベル5では低すぎます。ちょっとまだ活躍はできないなという気はします。ハラツじゃなくて、これはイブスキか、松田さつみって書いてるか、彼女も大阪府なんですけど、イブスキ、神奈川県の音声娘なんですよね。あ、出たらニューとかつけてほしいな。誰が引き当てたんかわからないですね。ナスじゃなくて昼神だったっけ、昼神じゃない、多分銀山、あれ違う、玉作りじゃない、結構下がるぞ、めんどくさい、ちょっと待ってください。はい、ちょっと調べましたがよくわからなかったですね。後でビデオで確認しておきます。一応この銀座小雪がレベル15になりました。かなり有力視される音声娘になりました。で、あとこの辺もえてます。結構多いですよね、温泉娘。ん、ワクラ、あれワクラ、ワクラかもしれない、あ、ワクラだ、ワクラへ間違いないです。さあ、レベル上限をアップさせまして、レッスン、この辺まで上げましょう。彼女も候補にはなりますね。で、上限ぴったりじゃなくて、それよりわずかに及ばないレベルですることで、あ、この温泉娘特技が、特技の最大レベルが10以上なんだなということが分かります。分かるようにしております。さあ、再度巡業しましょう。
ライブに行きます。まあ勝てるでしょう。そうですね、伊東ってやっぱりみかん畑ありましたね。伊東ずっと小田原から伊東までの間みかん畑が多かった。彼女はこのまま動かさずにとど、まります。なかなか強敵ですね。ニュート温泉で対抗です。おお、なんとか勝ちましたね。お、これで来ましたね。木の先を。木の先を時短して変えます。30分。そして、娘をさっきの、銀山小雪と交換します。木の先レベル16しかないんだ。あれ銀山いない。あ、もう巡業中なのか、彼女。引き続き巡業してるんですね。じゃあ、変える相手は、違う人になります。彼女。ワクラと交換いたします。彼女をもとに巡業を行ってみますか。ライブ回復か 30% かな。ん、います。争奪ライブ。北海道の温泉娘だと評価が上がるんだよな。働くか会うわけじゃなく、北海道の温泉娘って彼女か。ボーナスがもらえるみたいです。報酬リストもご覧の通りで、温泉宿権利書金っていうのがありますね。さらに嬉しいのが SR 以上確定ガチャチケット、これは欲しい。さあライブ、この交換したワクラの入った温泉娘でライブしてみましょう。彼女がいいかな。まあ楽に勝てるでしょう。57対43か、意外と差がない。さあ2つスキルを手に入れまして、結構
能力が上がってます。これを積み重ねたい。さあ枠だ、新たに加えた枠らです。なんとか勝ちましたね。まあレベルが低いっていうのもありますよね。彼女のレベルは少しずつ上げていきたいとこです。さあ風花登場です。さっきの雲仙に来た桑原さんがやってる役ですね。白浜対決。相手の方がパンダの癒しがプレゼントされている。おーっと僅差に負けた。かなり押し押さえたぞ。さあこれでどうだろう、どうなるんだろう。負けてる。おいおい、能力が結構苦しいのかな。さあこちらだけパワーアップです。さあ一気に、おっととどめを一気に刺しましたね。白浜強い。まあおそらく相手の相性もあるんでしょうね。相手との属性の。さあ会話イベントですね。白浜かな。異世界好きなんでしょうか。おお。さあ最後に歌合戦です。さあ有馬温泉で対決。おお、これは完勝ですね。そうですね、比較的間が空いたので最新情報を見ますか。本日3月23日です。この辺からかな。3月に入ってからですが、まあ、いろいろありまして、これどういうことなんだろう。営業獲得マイルをバランス調整。なんか長い距離ほど獲得マイルが多いとなってますね。でさっきの双雲鏡ピックアップガチャ、これがすごい謎なんですよね。カムリ、あ、いろいろもらえるってことで SSR 確定ガチャですよね。これが25日月曜日ですか。
このカムバックログインボーナスのボーナスの額が多すぎたんだろうなと思います。なのでカムバックじゃなくて継続して遊んでる人から多分不満が出てこういうプレゼントが出てきたんじゃないかなと思います。新着情報が他にはそうですね、厳選か争奪ということで自分の領地をゲットしようという 温泉地をゲットしようという巡業ですね。さっき、1ユニットを入れましたのでそちらをで温泉宿獲得を目指しますということで次回の配信、次回は多分その、温泉宿獲得の模様をお伝えするような流れになるのかなと思います。はい、ということで、自分はこっちの方が、風花は好きだなということで、今回の動画を終わりたいと思います。ちょっとグダグダになって申し訳ありませんでした。はい、次回もよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。